宮崎プロ初盗塁。なんか来た、宮崎の盗塁記念日来た、これはすごい。プーが盗塁、警戒してないからか珍しいものを見た。宮崎プロ初盗塁か、深夜が俊足やったんか。宮崎珍しいものを見た、歴史的瞬間、宮崎に盗塁。なあめえすうぎ、人生初盗塁じゃね。盗塁ゼロのプロ野球人生が空振り視察になるところをラッキーだったな。宮崎が盗塁するとは思わんもんな。宮崎プロ初盗塁成功。あの、買い物から帰ってきてテレビつけたらすごいもの見ちゃったんですけど、歴史が動いてさすがのハマスタも戸惑ってる。エンドランなら振りすぎだろ。入団時は俊足と言われていた宮崎、珍しいものを見させてもらった。宮崎毎年三盗塁目標にしてるからな。俺今日宮崎の盗塁絶対あると思って書き込んでたわ。ご視聴ありがとうございました。